どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日は、ポイントサイトの案件、一件ちょっとね、おすすめなのがあったんで、紹介していきたいと思います。で、紹介するのは、こちらです。m i カードゴールドプラス。まあ、こちらのクレジットカードをね、今日は紹介させていただこうと思うんですけども、今ね、ポイントサイトゲンダマで、えー、こちらのね、クレジットカード案件が、3万1000にポイントアップしております。 で、3万1000円。で、このクレジットカードを発行して、えー、翌月末までに1万円の利用が必要です。その、えー、そうすると、ポイントサイトに3万1000円分のね、ポイントがもらえる案件となっております。えー、それで3万1000円のポイントを、えー、東急ルートでポイント交換すると、えー、2万3250マイルに交換することが 可能です結構多いマイル数ですよね。あの、この MI カードゴールドプラスなんですけども、まあ、昨年のいつぐらいだったかな今ぐらいだったかなもうちょっと前だったかなから徐々にポイントアップしてってですね、えー、私が発行した時はですね、2万円だったんですよね、ポイントサイトのポイントが。今3万1000円ですからね、すごいポイントアップですよね。です、この3万、 3万円まだね、結構見てたんですけども、えー、3万1000までね、最近上がりましたんで、今回ね、紹介させていただこうと思った次第です。で、MI カードゴールドプラスなんで、えー、年会費がかかります。初年度から1万円がかかるクレジットカードとなっております。年会費かかるのかって思いますよね。まぁ、あ、ちょっとね、ゴールドカードなんで、まぁ、あ、かかってしまうのは仕方がないんですけども、でもね、 この MI カードゴールドプラスはですね、結構得点が多いクレジットカードですんで、まあ私も当初はね、えー、1年以内に解約しようかなと思ってたんですよね。2年目以降に、えー、年会費がかかる関係で。で、でもですね、結局継続したんですよね。まあその理由もね、一緒にお伝えできたらなと思っております。で、MI カードゴールドプラスの、まあ、一番のおすすめポイントは、 ま、今回ね、3万1000円ポイントサイトからポイントがもらえるということなんで、まあ、年会費1万円かかって、さらに利用条件が付帯してますんで、もう1万円使わなきゃいけないんですよね。まあ、合計で2万1000円は絶対使わなきゃいけない。だけど、ポイントサイトからね、3万1000円もらえるということなんで、まあ、純利益としてもね、1万1000円は確実に手元に残る計算となっておりますので、まあ、そういう意味ではいいんじゃないかなと思います。で、 ちょっと脱線しましたけど、一番お勧めしたいポイントは、航空会社のラウンジが羽田空港で利用できるんですね。それが一番大きいです。この MI カードゴールドプラス。だと、まあこれはね、MI カードゴールドと MI カードゴールドプラスっていうね、二つね、あの MI カードにはゴールド二種類あって、まあどっちでも入れるんですけども、まあ MI カードゴールドだと、年会費5000円。 で、こちら、ね、えー、MI カードゴールドプラスだと1枚なんですよね。で、MI カードゴールド5000円の方でも、今ポイントサイトに案件はあるんですけども、まあ、残念ながらね、あの、3000円ぐらいしかもらえないんで、あの、利用、しかも利用条件もあるんで、もしね、あの、お得に発行したいっていう方は、この31000円の MI カードゴールドプラスの案件の方がね、個人的にはおすすめです。で、この、 その、は、羽田空港の、えー、空港、航空会社のラウンジなんですけども、まあ私ね、え、その航空会社のラウンジの動画出しておりますんで、まあ詳細はね、そこを見ていただければ一番わかりやすいかなと思うんですけども、やはりね、食事があって、えー、アルコールがあって、え、シャワーがあってっていう感じで、で、一番おすすめポイントはですね、すごい空いてるんですよ。<laughs> すごい空いてるんですよ。これね、本当にびっくりするぐらい空いてるんで、まあ、あの MI カードゴールドプラス MI カードゴールドのね、知名度っていうよりかは、そのラウンジがそのクレジットカードで入れるってことをね、知ってる人が少ないんじゃないかなと個人的には思います。まあ、あこのクレジットカードを持ってる人自体がね、まあ、そんなに多くないのかもしれないですけどね。まあ、私が、ま、あこのダイヤモンド仕様で今、 こう最近毎回のようにね、使わせていただいてるんですけども、まあ本当に長い時はね、3、4時間とか私ラウンジにいるんですけども、この前とか本当に4、5時間いて、3、4人しか会わなかったんで、このラウンジ誰が使ってんだろうなって思うぐらい空いてるんですよね。まあ最近ね、ちょっと a a ラウンジがすごい混み合うようになってきて、まあ結局こちら、私はあの、 昨年ね、SFC 取って、a n a ラウンジ使えるんですけども、結局、こっちのラウンジに行くことの方がね、はるかに多いですね。で、まあ、このラウンジは羽田空港国際線でしか利用できませんので、まあ、ちょっと成田空港とかね、他の空港だと、国内だと使えないんですけども、羽田空港をね、メインにしている方はね、ぜひおすすめとなっております。これだけじゃないんですよね、特典が。まずこの m i カードゴールドプラスを持っていると、 えー、半年に一回、ね、飲食店、1000円割引クーポンというものが送られてくるんですよね。えー、これ、の MI カードっていうのは、三越、三越伊勢丹のクレジットカードとなっていて、そこでのね、あの、飲食クーポンが1000分きます。で、この1000分が、えー、もちろんね、カフェでも、レストランでも利用できるんですけども、この伊勢三越伊勢丹のこのクーポンのすごいところは、 お釣りが出るんですよ、現金で。ですんで、まあ、コーヒーいっぱい飲んで、まあ、お釣りをもらうみたいなことも、まあ、せこい話で <laughs>、できちゃうんですけども。で、さらにね、えー、このクレジットカードを持っていると、年にね、年度に1回、4200円分のゴールドカード、ゴールドカードクーポンというものが送られていきます。で、そのクーポンなんですけども、4200円分が綴りになっていて、使えるものになっているんですけども、 それがね、羽田空港の第1ターミナル、第2ターミナルで、まあ、国内線の伊勢丹ストアでも利用できるんですよね。ちょっと残念ながらね、今第2ターミナルの伊勢丹ストア、ちょっと今ね、閉鎖してるんですけども、第1ターミナルの伊勢丹ストアだったら利用できます。で、この伊勢丹ストアってじゃあそこで何に使うかと思いますよね。買い物に使うのかって感じですよね。あの、そこのカフェで利用できるんですよね。カフェでも利用できるんですよね。で、この、 カフェでも利用できて、しかも4200円分。しかもですね、お釣りが出るんですよね。<laughs> すごいですよね。ですんで、まあ一度にね、4200円分全部使,使うこともできるっていうのもすごいところなんですけども、まあ飲食でね、利用できますんで、まあ羽田空港第一ターミナルに、 まあ、行き行くとき、まあ、もしくは第一ターミナルから帰ってくるときなんかにね、まあ、そこで、まあ、飲食楽しんでもいいですし、まあ、ビールとかもね、置いてありますんで、まあ、そういう利用の仕方でも、もちろん大丈夫です。これすごいですよね。これが、え、年度に、え、年度に対して一冊来るんで、今入ると、まあ、今年と来年、両方もらえるんで、まあ、5億円で8400円分のクーポンが来ます。すごいですね。 だから私も、あのー、1年間でね、あのー、解約するつもりだったんですけども、結局特典が多くて、結局2年目も年会費支払って持ってるっていう状況なんですよね。で、次にですね、まだあるんですよ。このクレジットカードを持っていると、新宿の、この伊勢丹が提携している駐車場が、買い物の有無に関わらず、 3時間無料になるんですよ。これすごくないですか <laughs> 東京の新宿の駐車場って、まあ1時間いくらするか知らないんですけど、多分結構しますよね。それが買い物の有無に関わらず、このクレジットカード持ってるだけで無料になるんですよ、3時間。3時間ってまたすごいですよね。ちょっと3時間だったらもう、本当にいろんなところで買い物してもまあ、行って帰ってこれそうですもんね。 このクレジットカードの本当に強いところは他にもあって <laughs> この羽田空港国際線で帰国するタイミングまあ帰ってくるときに手荷物宅配サービスも利用できるんですよねで手荷物宅配サービスについてはねちょっと私別に動画出しているんですけどもあの羽田空港で手荷物宅配を無料で付帯してくれてるクレジットカードって 結構少なかったりするんですよね。で、私がこの持っているやつ、アメックアメリカンエクスプレスっていうマークがついてますよね。この MI カードゴールドプラスは、えー、アメックスとビザ2つ選べるんですけども、えー、もしね、羽田空港をメインで使おうっていう方は、まあ、年会費変わらないんで、アメックスをお勧めします。っていうのも、このアメックスのブランドに限ってですね、羽田空港から、 えー、手荷物宅配サービス無料で受けれるんですよ。すごくないですか <laughs> この動画ですごくないですかってめっちゃ言ってる気がするんですけど。えー、手荷物宅配サービスって結構普通に払うと2000円とか3000円とか結構かかるようなね、サービスがこれ年間で何回でも利用できるんですよ。何回でも。すごいですよね。ですので、もしね、これから あの、MI カードゴールドプラス発行される方で、まあ、羽田空港がメインの方はね、ぜひアメリカエクスプレスの、えー、ブランドで発行することをお勧めします。まあ、ちょっとね、MI カードゴールドプラスの、えー、ポイントサイトの案件から、えー、MI カードゴールドのね、特典までちょっとザザッと説明させていただきましたけども、まあ、私はね、えー、羽田空港がメインとなってまして、ま、あこの、 羽田空港の空港会社の、航空会社のラウンジ、えー、ティアットラウンジっていうんですけども、まあそこも利用できて、えー、手荷物宅配も、えー、何回でも無料で利用できるっていうことで、まあ私としてはね、そのクーポンとかもね、合わせると、まあ年会費1万円は全然元取れてるんじゃないのかなと個人的には思います。で、これから発行される方は、えー、ポイントサイトを経由することによって、まあ3万1000円もらえますんで、まあ、 年会費と、えー、利用条件の1万円も加味してもね、まあ、1万1000は間違いなく手元に残るという案件になっておりますんで、まぁぜひね。 あの、この機会に MI カード、ゴールド発行してみてはいかがでしょうか。まあ、今回はね、こんな感じで終わりたいと思います。えー、私の動画ではね、こういうポイントサイトの案件、まあ、ポイントサイトの案件っていうのは、まあ、ANA マイルにね、あの、この動画見てる、くれている方がね、もし ANA マイルね、貯まるように、ね、なればいいなと思って、えー、最近ね、ポイントサイトの案件も紹介させていただけるようになりました。まあ、基本的には ANA と ANA マイルのこと。 あとは、えー、お得情報、クレジットカード、えー、ホテルレビュー、登場レビュー、あと私の大好きなね、ニューヨークの街なんかのね、動画も、ちょっと最近出せてないんですけども、紹介させていただいております、えー。もしよかったらね、チャンネル登録と高評価お願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。